ボロボログラグラガタガタです。そんな南昌嶺の方ですね、はい、1日で綺麗な歯が手に入る1日です。はい、これ以上の最適解はないとアスクラピアでは考えてますので、はい、バイバイ。アスクラピア東京です。こんにちは、よろしくお願いします。さあ今日は症例写真で見る、はい、オールオンインプラントと理想的インプラント治療の違いということでやっていきたいと思います。はい、オールオンインプラントって理想的な治療じゃないかもしれない。今日はそこについて深く説明していきたいと思います。はいはい、よろしくお願いいたします。歯がボロボロでどうしたらいいかわからない、アスクラピア東京はそんなお悩みを解決するためのチャンネルです。ここでしか聞けない情報を惜しみなく発信していきますので、お見逃しの内容ぜひチャンネル登録をよろしくお願いいたします。それでは始めていきましょう。まあ、オールオンインプラント治療って初めて見られる方も多いんじゃないかなと思うんですが、お二人どんな治療なんですか？1日で綺麗な歯が手に入る治療です。歯が1本もない人、あるいはほとんど歯がない人ですね、それがオールオンインプラント治療の対象になってくるかなと思うんですけど、治療期間とかっていうのは具体的にどれぐらいなんですか？先ほども1日で綺麗な歯が入るって言ったんですけど、はい、まあ、遅くても半年ぐらいではもう最終的な綺麗な歯が入る。悪いものを取って新しいものを入れるのに1日、はい、そして最終的なものに作り変えるのに、まあ、遅くとも半年ぐらいですね、はい、早いと2ヶ月、3ヶ月ということになろうかなというふうに思います。はい、じゃあこの難症例って先ほど言ってるんですけど、どんな方が対象なんですか？もう私たちのチャンネルでよく出てくる3つの方々ですよね。はい、ボロボロ、ボロボロ、グラグラ、グラグラ、ガタガタです。あー、なるほど、はい、ボロボロの虫歯ですね。そうです、ね、歯自体が悪くなっちゃうやつですね。はい、そうなんです。そしてグラグラですね、歯周病ですね、歯茎の病気ですね。はいはい、そしてガタガタで噛み合わせとか、まあ、入れ歯が入ってるっていう状況ですね。あ、もう入れ歯がガタガタしちゃって、はい、動いちゃって、もう私入れ歯やだ、はい、入れ歯なんて入れたくないみたいな、はい、そんな難症例の方ですね。はい、あとはですね、そもそも歯科治療に時間がかけられないような、お忙しい方とか、そういった方も対象になるんじゃないかなと思います。はい、そうですね、はい、まあ、理想的な治療では全然ないんですけど、例えば悪い歯がありますと、うん、これはいい歯も混ざってるかもしれないですけど、うん、全部を抜歯します、うん、そしてそのまっさらな綺麗な状態になった骨のところに4本のインプラントを入れてあります。はい、実はこれインプラントの本数としては全部の歯を支えるにしてはすごい少ない本数なんですね。はい、全部歯を抜くことによって必要最小限になるんですね。そうですね、こっちを残してこっちを残してとかってやると、もうあっという間に6本、10本ということになってしまいますので、はい、こういった方法を取ることによって患者様のニーズに合わせるっていうことは時としてあるかなっていうふうに思います。じゃあこの今までの歯科治療って今ね出てるんですけど、これはいわゆる理想的なインプラント治療っていうことですね。はい、ドクターリーン、ちょっと解説してもらいましょうか。はい、はい、まず審査診断治療計画に関してはまあ一緒ですね。一緒ですね、どんな治療でももうそれは当たり前ですよね。はいはい、そうですね、写真で見えてる黒いところを取ったりとかね、まあ、リンパとかっていうのは無理に取らない場合もありますが、そういったところを取り切って、まあ、きちんとした材料、ね、バイオマテリアルね、はい、プラスチックだとかセラミックだとか、うん、まあ、新しい金属であったりとかね、そういったもので置き換えていこうぜっていうのが虫歯治療になるかなと思います。はい、歯周病治療はですね、歯の周りの組織が傷んでる場合があるので、はい、そもそも歯が原因なんですね。はい、なんで歯の周りについてる悪いもの、はい、歯石だったりとか汚れっていうのをまず取ってきます。それに加えてご自身でのホームケアっていうのも大事になるので、はい、歯ブラシですね、そこもしっかりいろいろアドバイスさせていただいて、適切な歯ブラシの方法っていうのも身につけていただきます。おー、いよいよなんか治療だけではなくてご自身の生活にまで踏み込んでケアをしてあげないとコントロールできないっていう感じがしてきたんですけど、実際そんな感じですね。そうですね、ちょっと歯周病は虫歯より大変そうですね。はい、根管治療というのは先ほどの虫歯の治療の続きみたいなものなんですが、重度に虫歯が進んでしまった場合に神経までこう到達してしまうんですね。そうですね、そうするとその神経が入っている根管という管をきれいにお掃除してあげないといけないので、その治療が根管治療です。実は歯医者さんって言ってもこれ全ての治療を専門医としてやってるのではなくて、これ一個一個に専門医がついてるんですよ。はい、例えば虫歯の接着の専門医です、はい、根管治療の専門医、そうです、歯周病の専門医ですよ。はい、それぞれの専門医のところに行って審査診断して治療して経過観察して、よし次行ってみたいな、審査診断して治療計画立てて、よし治療するぞって言って次行ってみたいな、はい、
いやまあ早くて1回2回で終わるのかもしれないですけど、もう下手すると半年1年ここの1つの黄色の四角でそれだけかかってくるんですよ、うんうん、そして口腔外科なんてありますね。例えば親知らずが横向きに生えてて歯周病がそこは起きちゃってますっていう場合にはそれ取らないといけないですね、はい、前の歯が守ることできなくなってしまいますので、はい、口腔外科で取ってもらうとあっという間に1本抜くのに1ヶ月3ヶ月かかってくるわけですね。それが皆さん上下左右4本あったりしますからね、うん、いやこれ口腔外科の先生も患者さんも大変だって言われます、はい、いやもう大変でした。ここまで、まあ、ここまで来て、はい、まあ、こんな感じですね、うん、実際に口の中を見てみると、まあ、悪かった虫歯のところはカリマになってたりだとか、はい、まあ、これ一部インプラントが入ってたりとかしますけどね、まあ、いよいよ最終的な治療に近づいてきたかなと思いきや、綺麗に患者さんのお顔を作っていこうと思うと歯のポジションを綺麗にしてあげないと、かぶせ物をいくら綺麗にしてもなかなか綺麗にならないんですよね、うん、ここに来て出てくるのはどんな治療なんでしょうか。矯正治療。矯正、ね、矯正って子供だけじゃないんですか、やるの。そうなんです、子供だけじゃないです、大人の方もやります。今昔みたいにワイヤーをベチャーってつけてねやる矯正だけではなくて、うん、仕事をしながらでも気づかれないようなマウスピースの矯正なんてのもあります、はい、時間かかりますね、はいはい、ここまで来るのに1年2年かかってんのに今から、今からまた矯正のための検査が必要になってきますからね。大ちゃん先生、冗談でしょ。2、3年ぐらいかかります、はい、もちろん今急速矯正だとかね、いろいろな方法もあったりとかして、今ドクタリンとかは積極的に臨床に取り入れてるのかなとは思うんですけど、やっぱり微調整とかやっぱ最後してると時間かかりますよね、はい、これはカリバを最終的にファイナルに置き換えていくっていう治療になっていくのかなと思います、はい、私これ実際自分でやった症例なんですけど、冗談抜きで 4,5 年かかってますね。そうですね、それで完璧に綺麗かっていうと、やっぱりね上顎のところとか見ても少しうねっとしてたりするところもあるし、どうしても理想的にはいかないところもあるのかなっていうふうに思います。患者様はすごく感謝してくださったので、やってよかったなって今喜んでいただいている状態ではあるんですが、オールオンインプラント治療ですよ、ドクタリン。はい、オールオンインプラント治療は、はい、この今までやった全てのことをシュッとまとめて、はい、1日で終わる。まあ、1日で終わるけど、やっぱ審査診断しなきゃいけないですか。審査診断ももちろんしない。審査診断に関しては、まあ、オールインプラント治療でもこれあるってことですね。もちろんです、もちろんです。でもこれだけたくさんの治療を、はい、なんとオールインプラントだとワンストップサービスできるんですね、うん、そうですね。全部が同じ先生、あるいは同じ院にクリニックに勤める同じ医師を持って、ね、先生でやっていただけるということですね。さまざまな治療に対してそれぞれ審査診断をやって経過観察とかっていうのをする必要もないです ね、 ですね。1箇所でもちろん見ていくことができます、うん、そういった意味でも非常に管理しやすいですね、うん、例えば歯周病でめちゃくちゃ傷んじゃってる歯と傷んでない歯があったり、その間にインプラントが入って入れ歯でインプラントでなんてなったら、これ全部磨き方違いますからね、うん、管理の仕方も違いますしね。ここは歯ブラシでやって、こっちは大きめで、ここは小さいのを使って、うん、そうだな、ここは歯間ブラシの小さいのでこっちは大きいので時にはデンタルフロスのなんかこうスポンジがついてるのがありますからとかってね、スーパーフロスって言ったりするんですけど、はい、とんでもないメンテナンスプログラムになってしまうんですが、そうではなくて4本のインプラントと上物をしっかり問題ないかなって見てあげるだけですよ、はい、それで管理ができるのがオールオンインプラント治療の特徴になります、はいはい、そうなんです。実際にオールオンインプラント治療を解説いきたいなと思うんですけど、はいはいはい、これもうグラグラでボンドで止めてるような患者さんだったんですけど、はい、まあ、治療後はこんな感じですよね、うん、笑顔増えましたね。いや素敵ですよ、口角も上がってますね。全然違いますね、うん、もう笑ってくださいで左側の状態だったら、うん、ちなみに右側笑ってくださいって言わないでこの状態です、ね、そうなんですよ、はい、顔の写真撮りますよって言ったらニコニコいや本当ね、ありがたいですよね、はい、いや本当に嬉しい状態ですね、うん、この方も歯周病でグラグラ、そうですね、鼻の下にね、口角挙筋っていうのがあるんですけど、これが上顎の口角を上げるんですね、うん、その筋肉がやっぱりちょっと動いてきてるのかなっていう感じがするので、より自然なスマイルに見えますね。この方もなかなかですよね。綺麗ですね、めちゃくちゃかっこよかったですね。ボロボロの方ですね。ボロボロの方ですね。よく見ると残せそうな歯っていうのもね、いくつかあったりとかするんですけど、まあ、重度の食だったり、まあ、位置が非常に悪いですよね。そうですね、術前の状態とかを見ても下顎の歯が上顎の歯のように見えていて、はい、で、まあ、このような状態でフィニッシュしているということですね、はい、これね、すごいたくさん歯が入ってるようなんですけど、インプラントに関してはなんと4本ずつですね、上下合計で8本なので、8本をコントロールすればいいわけです。一方で先ほど治療した方とかだと、インプラントはね、左下だけで3本入ってたりだとか、いろいろなところにパラパラインプラントがあって、歯周病の治療もして虫歯の治療もしてということで、かなり難しい状況なんですけど、まあそれはそれでね、患者様歯を残したいし頑張るっていうすごい強い意志があって、結果喜んでいただいているので、どっちもいいかなと思います、うん、はい。
もし患者さんが頑張れるよ、頑張れそうな環境だなっていう時だったら、やっぱり理想的な治療の方がいいのかな。難しいですけど、まあ、患者様のご希望を聞いたり、ね、もちろん費用、ご予算だったり治療期間っていうのを全てひっくるめて考えないといけないかもしれないですね。どっちもやってますけどね、そうですね、ただ現在難症例の方とか時間がない方とかもうボロボログラグラガタガタですね、この、はい、本当超難症例の方に関しては、これ以上の最適解はないと、はい、バスクラピアでは考えてますので、あ、もしかして私かもという方はね、ぜひオンライン相談なんかもやってますので、はい、ぜひお問い合わせいただければと思います、はい、もちろんお近くの方はぜひ立川のアクスクラピアに来ていただければと思います、はい、よろしくお願いいたします、はい、それでは次の動画でお会いしましょう、さよなら。